じゃあここで明日のウェビ予備の担当の子に宿題を出そうかなと思います。明日は和田まーやちゃんが担当なので何がいいと思いますか？こんな話をしてとか、あれやってでもいいし。まーや、まーや、まーや、なんだろう、まーや、なんだろうな、何がいいと思いますか？むずい、なんだろう。似顔絵、似顔絵、まや得意だったっけな、絵、あのいつものまやなの、可愛い絵はまあ確かに見たいけど、まや絵、え、だけ書いとこ、なんだろう、あー、まあ似顔絵描いてもらおうか。じゃあまやのあの可愛い似顔絵、可愛い絵のタッチで、よし、はい、じゃあまやへ、みなみの似顔絵を描いてください。あのまやの可愛いタッチの絵で、楽しみにしてます。まやに描いてもらったことあった、なんか誰かに書いてもらったことあるんだよね、私忘れちゃったけど。じゃあそんな感じで明日も楽しみにしててください。ではじゃあもう早速前回の配信メンバーのみなみからの宿題をやりたいと思います。じゃん、まーやへ、みなみの似顔絵を描いて。みなみの似顔絵めっちゃ簡単だと思う。簡単ですよ。何年見てると思ってるんですか、みなみちゃん。では描いていきます。なんて意外と難しい。みなみはまあね、みなみのねツインテールが好きなんですよ。だからツインテールの髪型にしようと思います。で眉毛はちょっと細め、みなみはで笑うとこう目が細くて可愛くなるので、まつげは長いでしょ。そうで、お鼻もスーッと高くて、唇は薄め、可愛い、似合う。ほっぺは赤い。ちょっとなんかあの特徴は捉えてるね、あ、なんか言えるんだけど絵にすると違うかもしれない。で、みなみはなんかラブリーだから、こんな感じかな。できました。じゃん、似てる似てないか、似てる、どう、あ、よかった、みんな似てるって言ってくれてる。そう、みなみのラブリーな感じをハートで表現してみた。そう、リボンとかつけてみた。すごい、みんな優しい、似てるってえ、分け目が逆？あ、一緒？いいのかな？よかった、似てると言っていただいて。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。